こんにちは、粟田洋介です。自由に個性を表現するということと独りよがりということは2つの別のことなんだということを今日はお話ししたいと思います。それから今日はこの小さいキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。独りよがりではなく人に喜んでいただける作品を作りたい、そう私は思うんですが、それは特に私の理想の形ではなくて、私の理想は自由に本当の意味での個性、自分らしさ、そういうものを出して本来の私自身として自由な表現で作った作品を皆様に喜んでいただける、それが私の理想の形です。売れる作品っていうのはすごくいい作品、レベルの高い作品、売れない作品っていうのはもうレベルが低くてもうダメな作品なんだ、そう思ってる人が多いんじゃないかなと思います。私も以前そういうふうに思っていたことがありました。ですが、見て面白い絵とか素晴らしい絵、すごい絵、上手な絵、技術が高い絵、芸術的な絵、そういった作品が必ずしも売れる作品とは限りません。私は自分の描いた絵を販売するということも仕事にしています。そして描いた作品には売れる絵と売れない絵があります。ちょっとこういう話はあと1万枚ぐらい売ってから話すべきかななんて思ったりもするんですが、まあこんな私でも自分の描いた作品がちょっと売れそうだなっていうのと売れなそうだなっていうのがわかるようになってきました。では売れる作品っていうのはどういう作品かっていうと、人が欲しいと思う絵、お金を払って手に入れたいと思う作品、それが売れる作品です。そんなの当たり前だろうと思うかもしれませんが、過去の私も含め多くの人が売れてるアーティストの方が売れないアーティストよりも芸術家としてのレベルが高い、作品が売れないアーティストっていうのは技術面も低ければ芸術面も低いと思っている人が多いんじゃないでしょうか。確かに芸術面が高いとか、そういったことを意識することが自分が芸術家であるっていうことの本質的な意味なんだと思います。まあそういった考えっていうのは自由で個性的な表現をするということにつながることがあると思います。そして独りよがりになるということにもつながることだと思います。独りよがりっていうのは自分さえ良ければいいという自分勝手なことです。独りよがりで自分勝手で、それでも人に喜んでいただける場合もあると思います。作品を買っていただけることもあると思います。それは自分だけが喜んでいるから他の人が喜んでるんじゃなくて、人のこと一切考えないで自分が好きな作品を作った、自分がいいと思うことだけを表現してできた作品、それがたまたまそれを見た人、買いたいと思った人が同時にいいと思った場合ですね。そんな感じで自分が好き勝手にやって他の方も喜んでいただける、そうなのであれば独りよがりに作品を作ったらいいんじゃないかと思います。でもそうじゃない場合は何かを変えていく必要があるのかもしれません。でもそれを作品を例にしてお話しするとちょっとわかりづらいと思うので、作品を作るというよりも、まあ気を使わない友達とかそういう人たちと接する時のことを考えたらちょっとわかりやすいと思います。例えば仲のいい友達とかといれば結構自分らしく振る舞えると思います。例えば私が、本当はそうじゃないんですけど、ホラー映画が好きだったとします。で、友達にホラー映画一緒に行こうって言って、ホラー映画が好きな人同士だったら同じ映画を一緒に見て楽しむことができると思います。作品だったら自分がいいと思う作品を作って、そして見る人も共感する、そういった感じですね。でもホラー映画を一緒に見に行く相手がホラー映画は好きじゃなかったとします。でもホラー映画としては名作中の名作、これは面白い、
ですごく自分で満足して、嫌がる友達を無理やり連れて行ってホラー映画に付き合わせたとします。そうしたら、たとえそのホラー映画がすごくいい作品だったとしても、ホラー映画が好きじゃない人にとっては、もうその映画館にいる時間はただ苦痛の時間ということになってしまいます。まあ、ホラー映画が好きだということは自由だし、その人の個性ということになります。でも、ホラー映画が嫌いな友達を無理やり誘ってホラー映画に付き合わせるのは独りよがり、自分勝手ということになります。まあ、人付き合いにしても作品作りにしても、それが自由とか個性っていうことと独りよがり、自分勝手ということの違いだと思います。でも、ホラー映画が好きだけど友達と一緒に見に行きたい、そういった場合はどうしたらいいかっていうと、別のホラー映画が好きな友達と一緒に行けばいいということです。そうすれば自分も友達も一緒に楽しめるということになります。それは独りよがりではありません。自分の作品を見せるということでしたら、自分の作品のジャンルが好きそうな人に見せる、アピールする、そんな感じにすれば独りよがりにならないと思います。では、作品を作る、想像する、表現するということではどうでしょう。自分の作風を多くの人が求めるような形に変えていく、そういった方法もあると思います。実は私は少しだけそれを取り入れています。で、それを人付き合いに例えてみると、映画に友達に誘われたとします。アクション映画が見たいと思ったんだけど、その友達はアクション映画が好きじゃないことを知っていたとします。で、友達のことを 100% 考えて、何の映画でも付き合うよって言って、見たくもない映画を一緒に見に行く。それで映画館でものすごくつまらない2時間を過ごす。で、友達が見たい映画を見てるんだから、それでいいや。まあ、そういったこともたまにはあるかもしれません。まあ、作品作りに例えるのであれば、例えば風景画っていうのがポピュラーで、描けば結構売れるんだ、そんな理由で風景画をたくさん描いたとします。でも、本当は風景画を描くのは好きじゃなくて、というか嫌いで、もうその絵を描く仕事っていうのが嫌で嫌でしょうがない。でも売れるから風景画を描き続ける。それっていうのは、自分がつまらないと思う映画に友達に毎回毎回付き合わされているっていうのと、まあ同じようなことになると思います。中にはどんな映画でもいいよって言って見に行って、見た映画見た映画全部楽しめるっていう人もいると思います。例えば、どんな絵でも描くよって言って、どんな絵でも描いて、それに全く不満がなくて幸せに生きられるっていう人だったら、それでいいと思います。でも、そうじゃなかったら、せっかく絵を描くっていうことが好きなのに幸せじゃないですよね。まあ、何でもいいって言って、本当に何でも楽しめるっていう人は素晴らしいと思います。私もそんな風になりたいです。でも、そうじゃなくて、つまらないのに幸せなふりをしている人がいたら、この人の本心がわからないということで、ちょっと嫌だなって思われていってしまうこともあると思います。自分に偽りなく何でも楽しいんだって幸せな人は、私は魅力的だと思います。そして、自分の好きなものがあって、それで生き生きしている人っていうのも、すごく魅力的だと思います。作品作りでも、こういう表現が大好きで、こういう表現をして作品を作っている、そういう人たちを、私は個性的なんだなと思います。そして、そういう個性があって個性的な作品を作る、そういうこと自体は独りよがりではないはずです。先ほど、素晴らしい作品が売れる作品になるとは限らないというお話をしたんですが、いい作品、悪い作品って何かっつったら、その人の好みなんですよね。例えば、アカデミックな視点で、まあ、学校で習う、そういう技術的なことですね。そういう基準がものすごく高かったとしても、人が欲しがる要素っていうのがなければ、売れる作品にはならないんですよね。アカデミックじゃなくてもいいけど、
凝り固まった個性で芸術点がものすごく高くても欲しがる人がいなければ売れる作品にはならないんですよね。でもお金を払って欲しがる人が高い芸術点を求めてなかったりとか高い技術を求めてなくて、なんか例えば技術もなければ何にもない、でもそれを家に飾りたい、だから買うということもあるかもしれません。さっき素晴らしい作品が売れるとは限らないって言ったんですけど、その技術点が高くなくて芸術点も高くないけど欲しくて買ったっていうことは、その買った人にとっては素晴らしい作品なんです。だから売れる作品っていうのは何であれ素晴らしいんだと思います。だけど売れない作品が素晴らしくないっていうわけでもありません。売れる作品も売れない作品も全部素晴らしいんです。何度か別の動画で私が長いスランプに陥って満足できる絵が描けなかったっていうお話ししたと思うんですが、その時私は誰も描かない個性的な絵が描きたい、そういった作風を作り上げたい、そういう感じで何年もかけて自分の作風っていうのを考えてきました。その時私はものすごい自分本位な考えで作品作りをしていました。でも私が長年自分自身が満足できる作品を描くことができなかったのは、私が自分本位になりきれてなかったからだと思います。それは何かっていうと、芸術の基準とか、新しいアートの基準とか、そういった他人目線のことを考えて、そういったことが純粋に自分が何を作りたいっていうのとぶつかり合って、それで満足がいく作品が作れなかったということだと思います。まあ未熟だったっていうこともあるかもしれないし、まあいろんな理由があったんだと思いますが、自分らしい作品を作るということに関してはある意味自分本位であっていいんじゃないかと思います。今回は2023年最後の動画ということで、来年の絵と龍の絵を描いてみました。独りよがりな龍の絵ですたまに作家の方々とお話ししている時に、どういう風にしたら人が喜ぶんだろうとか、そういう感じのことを話すると、そんなことも考えてるんだみたいな感じで言われることがたまにあります。多分私はもうそういうこと全然考えないで、好きなように絵を描いてるんだと思われてるんじゃないかと思います。で、確かに私は好きなように絵を描いています。ただやっぱり売れないよりは売れた方がいいですからね。で、私が表現する上で自分らしさを大事にしてるっていう部分は、描きたいような描き方をする。例えば今日龍の絵描きましたけど、このバッグの塗り方とか龍の形とか、そういうことですね。で、私が自分本位にならないように気をつけてることっていうのは、例えば龍の絵が欲しいっていう方がいらしたら、まあ別に龍の絵っていうのはそんな描きたくないんだけど、そのモチーフを人に合わせて描いてみるっていうことはします。まあ龍じゃなくても、まあモチーフですね。でもその時にどういう風に描くか、どういう龍を描くか、どういう、何でもいいけど、どういう風にそのモチーフを描くかっていうのは自分が好きなようにやらせていただいています。器用に人が求めたように描ける作家さんだったらいいんですけど、私は好きなように描かないといいものができなくなってしまうからです。そのいい作品、悪い作品の基準も、私の作品を全然いいと思わない人がたくさんいるっていうのも分かっています。しかしありがたいことに、私の作品が好きだという方もいらっしゃいます。私はそういう人たちのために自分らしく自分の個性を自由に表現して、そして独りよがりにならないで作品を作っているつもりです。でもある人から見たら、そんなの独りよがりだと思われるかもしれませんが、まあこんな話をした後に言うのもなんですが、独りよがりとか自己満足とか、そんなことはどうでもいいんだと私は思っていますということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。さて今日は今年2023年最後の動画になります。皆様今年も一年ありがとうございました。
来年2024年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。